これからコプチャン食べに行きます。コプチャン好きですか？はい、コプチャン好き。韓国で一番有名なコプチャンの町があるんですよ。めっちゃローカル的なところで、日本であんまり知られてないんだけど、これから行ってみます。ただ今ね、めっちゃ雨降ってるから、ちょっとカメラちょっと危ないから後でつけます。日本で売ってるコプチャンとだいぶ違うので、これから紹介したいと思います。留学生 TV 行きましょう。で、ここが、オーリドンのコプチャンゴリ。はい、今日は雨だからガラガラだけど、これいつも人多いんですよ。ここね、日本人はあんまり知らない、肉ばっかなんですけど、その中でもコプチャンとかホルモンとか、で、私がいつも行ってるところが、あの前のあのコプチャンのところです。今日良かった。でも雨の日がいいのは、お客さんが少ないから楽。やばいですよ、ここすごいいますよ、いつも。で、今行ってるところは、私毎年は行ってる、だから1年1回しか行ってないんですけど、ちなみに日本だとレバ刺し高いし、今は食べれないんじゃないですか。ここはレバがタダですよ。やばくないですか。で、それがたまにしかないから、今日あったらラッキーですよ。ちょっと行ってみましょう。ここ座りましょう。こんにちは、こんにちは。はい、오늘뭐야생간있어요?아진짜요?아그것때문에가지고아そこ座りました。あそこがいいって。아진짜요?これが優しい。やっぱり。감사합니다。韓国の肉屋さんとか行くとこういう袋あるから匂いつかないようになってます。이모추천메뉴하나씩먹어볼까?모둠에뭐뭐들어있어요?곱창.벌집.벌집.염통.염통.대차.일단2인분주세요.주시고간주시죠. 좋은데이있나없나?차미슬프레시병맥하나랑예예마맛있는걸주세요.아무거나주세요. 아무거나주세요.아무거나.근데이쪽2000엔みたいなもんになってるんですよ. 220g 2000엔.일본だと곱창가こう小っちゃい곱창とかを普通にこう1個ずつ焼いて食べる文化なんですけど、韓国の곱창구이っていうのはこう長いのこうハサミで切ってニラと一緒に食べる。じゃがいもとかも入ってるし、あとこのお店の特徴としてはレバ刺しがタダです。で、日本だと今禁止になってますよね。日本で2人とかいたよね、死んだ人が。美味しいから食べよう、多分大丈夫で。このお店は本当に、まあ、ローカルのお店だけど落ち着くし、これが本当の韓国の、まあ、焼肉屋さんみたいな感じだからおすすめします。もういごチキメンヤングのルマラナよ。ちょ、マランタリチキメン毎日じゃん、毎日じゃん。まあ、くじくじょくじょ。いや、皆さん出ましたよ、レバー。やばいね、俺。まずお酒から始めないと、これは成り立たないんで。ここまで来てお酒飲まないっていうのは、これは入れるのちょっともったいないですね。でも仕方ないから入れましょう。いいですか。はい、いや楽しい、楽しい。やっぱり最初は爆弾酒ですね。ジャモンに爆弾酒は初めてだね。でも飲んでみましょう。13度らしいですよ、これ。はい、皆さん今日ありがとうございます。乾杯しましょう。で、これ韓国でチャンって言うんですよ。チャン、この音がギセゴなんですよ。チャン、この音がチャンなんで。よく言わない、学校とかで言うでしょ。最近なんか違う言葉とかある？チャン。ありがとうございます。うまいじゃん、うまいじゃん、全然うまいじゃん。いいですね。あ、逆にこれで爆弾酒いいかもしれない。おいしい。おいしいですか。今日危ない人ですね。飲んだら倒れちゃう。食べあとこれがニラですね。で、これ別にあの別で注文したわけでもないんですよ。量がこんぐらい出ます。あの顔ぐらい、こんぐらいの大きさニラが出ます。普通に美味しいよ、このニラ。このままでも全然いいですよ。韓国でヤンパジョリムって言うんですよ。ヤンパジョリム、熱い醤油ベースのタレをかけて死なせたやつですね。玉ねぎの食感は保ちつつ甘いし、辛さは全くないです。これ美味しいですよ、めっちゃ。サコンダルコン、甘酸っぱい感じですね。これは頼んでないもの、頼んでないものっていうか、韓国は基本的に出るんですよ。出ないと怒られるし、おかしい。肉を頼んでも普通に出るんですよ、こういうの。お店によっては違うものが出たり出なかったりするかもしれないですけど、ゲランチップとか出るお店多いよね。あと韓国のキムチですね。あ、違う、かなり酸っぱいですね。久々韓国のキムチ食べたわ。美味しいでしょ。念願のレバーを食べましょう。うわー、ガン。あ、あ、美味しい。顔がすごい好き。いやー、これやばいね。あ、いや、出ました出ました出ました。これコプチャン、コプチャン、벌집、벌집、대창、염통。아쉽네。이모왜근데저한테삼촌이라고。나이몇살로보여요？와，비슷하게맞춘다。일본에서저대학생인줄。됐다。
で皆さんこういうのを食べたかったんですよ。こう見てほらコプチャンってこういう感じだよね。こう長いのをここで切って食べるんですよ。これが本当のコプチャン。内臓っぽく見えない？内臓じゃんこれ。めっちゃ美味しいんだよこれ。있어요있는데이맛이안해뭐라그래야지기름이붙어있는데이런기름이아니야약간기름좀다르잖아요맛들은이야매차맛소잖아원종원은너무많이드시면적당히너무좋습니다아지금먹으세요다드셔도돼요이만뭐다배고로갔다요막다배때이거는이렇게부드러울때먹으는게맛있어요아야와라카이토끼니타베르인데이렇게다이렇게올려서먹는방법은はい、もう今から食べ方説明してくれ。あ、ニンニクも入れて。で、で、クワジュシムでよいです。今ニラとニンニク入れましたね。わ、入れてくれてる。すげえ。神戸牛以来に店員さんがやってくれるの初めてだこれ。めっちゃ高級じゃないですかこれ。あ、ニラもさらっと焼いてすぐ食べる。これ体を温めてくれるやつで、焼きすぎると良くないからすぐ食べる。じゃあ一緒に食べてください。韓国でコプチャン。ニラ、うん、やばい、うまー。これ柔らかい柔らかい。ヤムトンって言うんですよ。ヤムトン、あ、心臓ですね。キムチと一緒に食べる。キムチ、うん、うまい。이모일본에다가게해주시면안돼요? 일본어를못해도돼요? 일본어못해도돼요? 그냥 사요나라 일하시해봐서 아브라꼴도 있고 아마드빠도 다 있고 응 네 감자도 맛있다고. 이 기름이랑 섞여가지고 포테토 프라이 같대요. 아 진짜 맛있다. 너무 너무 좋다 진짜. 맛있다. 네, 감사합니다. 와, 같이 먹습니다, 여러분. 私ここ막通ってるのだけ見ると10年ですよ、本当に。10年以上だ。こう油が乗ってるのが日本で言ってるのと全然違うんですよ。外はカリカリして中は全部油なの。これをね、ニラと食べるんですよ。ニラ、こうやって食べる。ニラ、ニラ。天国の階段ですね。階段ではない。天国ですね。あ、うまい。おお、また出た、また出た。見てくれ。センゴロドツツムショ、ニラ、ニラ。美味しそう。今生でも食べれるらしいです、うん。なんか食べてる口の模様がこう餌食ってる牛みたいなこれ。じゃ私もそう思ったから、韓国のニラの方が多分細いですね。一本ずつ分けてるわけでもないし、一本ずつ細く多分刻んだわけでもないから。なんかすっごくいっぱいしてる。そうだから美味しいんですよ。めっちゃ美味しいんですよ。これはケランチ。ケランチ、皆さんケランチも食べてみて。あ、いいね、いいね、めっちゃいいね。韓国で一番好きな食べ物は何ですか？全部好きです。わかる、あ、気持ちわかる。これ私に言うんですよ。みんな好き嫌いないんじゃん。死ぬ前に何食べたいって言ったら、いや、もう何でもいいよ正直。辛ラーメンでいいわ。死ぬ前に最後のご飯って言ったら逆に辛ラーメンで。これバランス一番良くないですか？バランス一番いいでしょ。あ、でもコプチャンでもいいな。微妙に美味しいねこれ入れると。微妙に微妙に美味しい。うまい。初めて会うもんだけど、いつも見てるから、なんか知り合いみたいな。それはね、動画を見てたからじゃなくて、私いつも言われる。まあ、動画のまんまですよ、だから。別に、普通に考えたような動画で撮って。うまそう、頭がいい。사장님소막창하나주시고요간천엽중에간만주시면안돼요네그러겠어요센마이私日本で食べれるから食べてね。レバーいっぱい食べましょうよ。マジレバーは女性にいいんですよ。全部こう鉄分じゃないですか。女性ってこうサプリメント飲んだりする。生きている鉄分じゃないですか。ベストフレンド、やめてやめて、マジ本当もう持ってくるのやめてよ、マジ本当に。え、誕生日プレゼントくれなかったっけ。じゃあもらうわ。チェエじゃないですか。チェエ、これ韓国でよく言う最愛。チェエ、うわー、かっこいいじゃん。ありがとうございます。うわ、やばくねこれ。いやー、やべえこれ。うわ、量がやばいっすよ皆さん。これレバー見てこれ。
いや、あの1000円日本だとこんぐらいですよ、多分1000円だと。見てこれやばくないですかこれ。いや、こんぐらいだよ。めっちゃ幸せこれ。あ、ごま油を使いこなせる食べ物はレバだと思う。相性がやばいですよこれ。本当に相性が素晴らしい。相性が西野かなと私みたいな。あ、あ、あなたも飲んで。え、飲んでから、飲んでから、看護が飲んでから。あ、いやいや、いいよ、嘘だよ。あんま飲まないですね。じゃあ次から呼ばないようにします。이게소박창와어저희가안먹어본듯맛있어요소비적인식감돼지는약간냄새가나는데소는냄새가안나요아예소는둥치갖고와서위가네개가있어요첫번째가양긴머리두번째가벌집세번째가샘마이거천엽네번째가막창그래서막창인구나아제가이걸못먹고간적이있어요생가는월요일인가언제가안들어온날이아일요일일요일그날은안들어토요일일요일아주말에오면은못먹는거네요주말에그래도레바가다베레나빨간날빨간날빨간날일본의ギャラですね4번目の胃袋ギャラ俺韓国で막창막창따뜻하게먹을게몸을보호하는역할을많이하고요간도보호해주고아나타노레바오호고시테크레레테레바오야오이시골코리코리촉감감못하면나있네이있네이거우리들이맛있다고또많이알려져있어요와맛있어맛있어親分が、親分っていうかマスターさんが自信持って言えるっていうのがすごい。自信持ってるところが好き。玉ねぎとニラが私のレバーを保護してくれる。わあ、감사합니다。これ女性が好きっていうよりはおじさんが好き。今日ミノ以外に胃袋第2、3、4全部食べてみました。そしてコプちゃんも食べましたね。あとレバー、レバー刺し。まだ半分残ってるからこれ全部食べて帰ります。今日はなんか牛の内視鏡で見たような感じそれでは以上となります。また新しい動画でお会いできればと思います。ちょっと映っていい？最後だけ皆さんアンニョーン、バイ。